皆さん方のね無限の可能性を感じましたし、これから一日一日ねぜひ努力を積み重ねていただいて夢を勝ち取ってもらいたいなと思います。まさか賞をいただけるとは思ってなかったのですごい嬉しいです。ありがとうございました。グランプリになれると思ってなかったのですごく嬉しいです。ありがとうございました。ここまで協力してくれたお母さんにも本当に感謝してます。と私は本番で失敗しちゃって絶対賞なんか取れないなと思ってたけど、なんかこういう結果で終われてとても嬉しいです。